それではですね、レモン栽培をするときに絶対的な必要な道具、これはね、どんなものを用意しておいたらいいのかっていうのはね、ちょっと今からお話しするんですけれども、レモンを栽培するときに必ずこう植え替えとかね、剪定とかっていうのが発生してくるんですよ。植物を育てるってことは水をあげなくちゃならない。そうするとこう上路がまず必要になってくるんですね。まあ、これはね、室内用のちょっと簡易的な上路なんですけども、普通の大きな上路でもいいです。植え替えに必要になってくるもの、カップもしくは園芸用の小さいお子様が使えるようなスコップ、あれがあるといいです。植え替えとかね、土をいじりますから、そういった場合に。